それでは行きましょう。ガチャを引こう。ゴゴ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 。はい、どうもみさこんにちは、太陽です。今日もジャンプチやっていきたいなと思います。で、今回はですね、いよいよ実装されました新キャラのガチャ、こちらをね、引いていきたいなと思います。いやね、これ引きたくて引きたくてしょうがなかったんですけども、まあ、どうしてもね、まあ、今になってしまって、こちらのですね、ニューヒーローガチャ早速ね引いていきたいなと思います。で、今回実装されているのが、まあ、デスノーと、あとシティハンター、あとはこちらのあのなんだっけ、魔法律相談所だっけ、こちらの、ムヒョっていうキャラクター、そしてモンモンですね。まあインパクト的にはこのモンモンがね、ちょっと強烈な、まあなんでしょうね、貫禄を放ってるわけなんですけども、こちらのムヒョを見た感じ、まあ、かなりね、火力が高くて、まあ、HP を削ってしまうっていうのもあるんですけども、ただ特性で HP 回復がついているので、火力はね、かなり出るんじゃないかと思いますので、まあ、狙うのはこのモンモンに関しては、まあ、このビジュアル的になんか欲しいなっていうところもありますし、まあ、言うて全部欲しいけど、このモンモン無表、そして、こちらですね。欲しいなと思っています。これ読み方ヤガミライトで合ってるかな、ライトじゃないのかな、なんかね、デスノートもね、あんまり詳しくないので、ちょっと読み方がわからないんだよなこれサエバリョウでいいのかな、うん、これ読み方わからないやつもいるっていうね、うん。てなわけで早速引いていきたいなと思いますが、まあ、本日も最大で30連まで引こうかなと思ってます。それでは早速引いていきましょう。まずは初期画面、青ですね。それでは行きましょう。ガチャを引こう。ゴゴ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 、いいよ、もう2、3体、2、3体来て。1体、おー、これ新キャラじゃん。さあ、誰が来る、どうでしょうか、来るか、そろそろ。おー、でも持ってないぞ。こちらは、これなんて読むんだろう、こちらも読み方がわからないけど、みー、なんて読むんだろうこれ読み方がわからないけど、デスノートのキャラクターですよね。うん、攻撃力ダウンを1個解除して、青属性の攻撃力を 3% アップ、で、友情が、あ、爆弾のターンを2ターン延長。で、今回からこの爆弾っていうのが、まあ、新しくね、まあ、追加されたスキルですね。あー、でもいいですね。これはメダカボックスだっけ？うん。の、メダカですね。こちらも以前からいるキャラクターではあるんですけども、まあ、持ってなかったので、やっぱミショジーのキャラクターいいですね。で、こちらは、バフがかけられるよっていう感じですね。うん、いいんじゃないでしょうか。まあ、10連目はね、そんな感じ。続いて、20連目いきたいなと思います。
いや、ぜひともね、新キャラ来てほしいですね。それでは行きましょう。ガチャを引こう。さあ、ゴー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 、おお、チラ新キャラか、単純に自分が持ってないだけか。ああ、自分が持ってないだけっぽいですね。これはあとはアイシールドの蛭間陽一、こちらも持ってなかったんですよね。オーケー。で、いよいよ30連目なんですけども、まあ、30連目はね、1体は、まあ、確定といったところで、まあ、ここでね、ちょっと2、3体ポンポンポンと来てほしいですね。それでは、ちょっと行ってみます。まず画面は、あ、ここは青ですね。ここはまず確定枠なので、1体以上。せめて2体は来てほしい。それでは行きましょう。ガチャを。ひょう。ここはね、ゴゴゴ食いますね。ゴゴゴ。ゴゴゴ。いいよ。来い。二三体。ポン。あー、一体かー。おお。もも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 。来ましたね。こちらが今回の確定枠と、モンモンですね。で、必殺の方が敵単体に攻撃力240%のダメージを与え、2ターン自身へ攻撃を受けた時に自身の攻撃力が 5% アップすると。友情技的には、攻撃力アップして受けるダメージを軽減といった感じですね。まあ、こちらも使いやすいキャラクターだと思いますね。あとはプチ無効の効果は受けないと。まあ、最近結構多いですよね、こちらの。なんだろう、効果を発動してくる敵。ちょっともう一回引いちゃおっかな。もう一回引いちゃおっかな。最大30連と言っておきながらも、ちょっともう一回引いちゃおっかな。いやー、この、あと、無表と矢神欲しいですね。じゃあ、もう10連いっちゃいましょう。もうここでね、もう2体も引いちゃう。ほい。お願いします。ガチャを、引こう。お願いします。ゴゴ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 、やばい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 、もう2、3体、2、3体、ポン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 、1体か。どうでしょうか。お願いします、新キャラ来て。お願いします、来い、頼む、来い、ぐーっ、来い。どうだどうだどうだ、じらしますね。どうでしょうか。おおおおおお、持ってない。ドゥーン、お前かい。こちらは前回追加された新キャラクターの忍者マスターガラですね。あとは、こちらも、まあ初期から、まあいるキャラクターですね。ただ持ってないキャラクターなので、まあいいですよね。まあダメージ軽減系と、あとダメージを無視すると。まあいいですよね。ただ新キャラじゃなかったなぁ。
はい。まあ、てなわけでですね、今回は、新キャラのニューヒーローガチャ、まあ、引いてきたんですけども、まあ、一応ね、トータルで40連引いてみたんですが、まあ、新キャラとして出たのは、まあ、星4も含めるとね、まあ、出たんですけども、まあ、星5ってなると、一応、モンモンがね、今回は、当たりました。確定枠以外からね、出なかったのはちょっと残念ではあるんですが、ちょっとね、こちらのガチャはちょっとリベンジもしたいかなと思ってたりするんですけども、ただ、最近の流れでいくと、降臨がね、来た際に、ピックアップガチャみたいなのは、回るので、それを待つべきなのか、待てずに引いちゃうかはちょっとわからないんですけども、ちょっとね、いずれリベンジはしたいなと思いますので、それまでお楽しみください。あとですね、新しくイベントの方で、技レベル上げのね、クエストの方も来てますので、そちらの方もですね、やっていきたいなと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またねー。